電話ですか。うん、電話。あ、初めましてですかね。はい。え、わかる。もしもし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 。あれ、聞こえますか。あれ。あ、電波が悪いかもしれない。もしもし、聞こえますか。もしもし、はい、聞こえます。琴音舞と申します。よろしくお願いします。お名前お伺いしてもいいですか。あれ、はい、はじめまして、カンナギマロです。え、マロちゃんですか。声似てるって思ったんですけど。はい、はじめまして。はじめまして。わー、琴音の日に出演していただけるってことですか。わー、よろしくお願いします。はじめまして。はい、はじめまして。え、まだ。はい、そうです、ぜひお願いします。めっちゃ楽しみです。私もめちゃくちゃ楽しみです。この間生誕祭されてましたよね。時差がすごいかも。はい。あ、ですよね。あの、セクシーと歌ったのを見て、はい、熱いなって思って、行きたかったなって思ってました。あ、眠そうですかね。あ、マロちゃん、もしもし、聞こえますか。はい、聞こえます。よかった、すいません、電波がちょっと悪いみたいで。あ、はい。生誕祭のツイートでずっと見てて。はい。あの、さきちーちゃんと歌ったの見て、うわー、最高じゃんって、はいはいはい、行きたかったって思って。ありがとうございます。今、ソロになってから対バンって出られてますか。はい、多分初めてになります、その日が。ありがとうございます。ありがとうございます、誘ってくださって。いや、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。かななんちゃんにもありがとうございます。よろしくお伝えください。はい、うんうん、嬉しい。当日お会いできるの楽しみにしてます。あ、楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。うわー、え、ちょっと顔大丈夫ですか。めっちゃ赤くなっちゃった。はい、ということで、今電話つないでもらいました、カンナギマロちゃんです。わー、グループを卒業されてから初めてイベントに、対バンライブに出てもらえるっていうことで、めっちゃ嬉しいです。何歌ってくれるんだろう。昔の曲とかも歌ってくれるのかな。さっき、ツアーの時にちょっと言ってたんですけど、この間まろちゃんの生誕祭のイベントがあって、そのセットリストとかもそう上げてくれてたのを見てて、あー、なんか、これ聞きたいって思ってたのいっぱいあったんで、はい、すごいお会いできるのも、ステージ見れるのもめっちゃ楽しみです。よろしくお願いします。あー、まろちゃん。はい、ということで第2弾出演者、カンナギマロさんの出演が決定して、今現時点第1弾出演発表と第2弾出演発表が揃いました。今で全部11組ですね。わー、めっちゃ豪華になってきました。もう私、初期スマより前、前世のグループに入る前の研修生、ハロプロエッグの時代にもライブ見に行ったこととかがあって、もうその時からずっと可愛いなと思ってて、初期スマの推しメンでもあるので、わー、会えるのがめっちゃ楽しみです。ぜひ皆さん5月10日琴音の日遊びに来てください。よろしくお願いします。